入水入水あおーこれでオープニングかなえ、ほのぼのしすぎほら、濡れろよ濡れろよ、おじさん多分濡れるのもクリアしてるはずお、これはクリアっていうことなのかなお一連クリアですねおー嬉しいじゃあ、二面はえなこがちょうちゃんにえ、ちょっと待って、トゥードゥーリスト写真撮っていい頭いいよしとりあえずできるものできることからよしこのカゴに入れればいいのかなあマジ入ってないけど OK だえ、待って、この人もしかしてさ私追いかけんあそうかもなんで、めっちゃ気づくの早いすごいじゃんあれやばいやばいやばい痛い痛い痛いあやばいもうおばさんなんかちょっとやばいこちらかってるよしこれでイエーイ怒られたあれデッキブラシをそろそろ壊したいんだよねほんとだそうマジなんかいろほんとみんなからいじめられてるいたずらガチョウだからねどうしたらいいんだろうはぁ、隣のペーパーあるちょっとペーパーあるおぉ、いい、いい来た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 でも置いちゃえばこっちのもんだよねほい、これねちょっと、やばい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 でも、でも通常的にはさ、一回やったから OK なんじゃないそうそうそうやばいやばいあ痛い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 あとヘアブラシか痛いえ、いいあの、えなこグッズはさ果敢に、果敢に戦ってるのいいよねあー、すごいえ、こういうことやったこういうことあら、取れちゃったって顔してるおばさんえ、あ、ね、カゴに入ったのよ出されちゃったってことですかねえ、待って、無理ゲーじゃないそれこういうこと？あ、なるほどね。てかさ、それさ、じゃあさ、ブラシとかもさ、盗みづらそうなやつは近くに、カゴを近くに置けばいいのかな？わかんない。カゴごと。カゴごと。でもどんどん回収されちゃうの？え、無理なんだけど。でも一応テレビがテレビカメラテレビに映る呼びかける映してくれやばいやばいやばい来た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 でもこっちまでしかないしなそうだねあ、怖がって中に入るのかやめろよやめろよそっちじゃなくね確かにうわどうしわあ、おばさんをねそう、おばさんをうまいよしおお探しよ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 しお、いいぞ
追い込んだ追い込んだ、うわそうだよな、怖いよな、これじゃん、よし、なになに、おお父さん助けに来てくれんの、入れるのでは、いい入れる、え、テレビに映る、なんかスイッチ、それかな、お、それ入ったー、かわいい待ってる待ってる待ってる、いい美しい、ダメダメ、これダメダメ、お前待って、またやるぞまたやるぞお前あ、男の子の靴ひもほどくとあれかすごい、かがむからその時にメガネを取れるのか、あ、で、メガネ取れるんだ、いけ、イエーイ、お前にはこのメガネは不似合いだぜ、イエーイ新しいメガネどこにあるんだろう、で勝手にかけるんじゃない、お店のところにメガネがあります、やべえ、ちょっとえ草むらの中、可能な限り遠くに遠くに、わかりにくいところ、はいどこだメガネ、あ、あった、やばいやばいやばい、たまにでいいから思い出してあげてくださいよしよしよし、うまい、男の子どこ行ったんだろう、いた、メガネメガネってしてるよし、うまい、はあ、いい、よし走れかわいそう、お、これね、またお、店のおばさんをガレージに閉じ込める、じゃあガレージ先に、これガレージ閉じ込めたら買い物しやすくなるのかな、え、なんかすっごいこっち追いかけてくる、おばさんデッキブラシ好きすぎてウケる、とりあえずここに置いて、うん、なになに、なにあれ、レジどんだけむずいむずい、気づいてほしいね、奥にあるものを、ねえ、ちょっと離れます、お、これで逆方向にいるから、ゴー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 、気づいたよ、何でも入れたれ、ね、もう何でも入れたれもう気づいてもらえるまで、大好きなやつまで入れちゃうのこれは辛い、おばさん、よし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 、気づけ気づけ気づけ、よし、ない、どこに行ったと思う、そう、どこに行ったと思う、おばさん、待機、ヘンゼルとグレーテル方式、あ、確かにね、こうちょん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 、スズメの罠みたいな感じで、どう、どう気づくか、なん、どうしたらいいんだろう、あ、来た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 、人参ない、あれ、まあ、どこ行っちゃったのかね、来た、いや、きつーい、カゴに関しては何も言わんもんね、カシャ
シャカシャ。いいいい。近くにだってあったらもうなんか良かったもんね、判定的に。ああダメだこれ。もうちょい近くに。よし。で、トイレットペーパーこの誰にも気づかれない。ね、確かに。これで気づかれたら悔しい。よしよし。トイレットペーパー。あ、ほん、入ってる、うん。歯ブラシ、ヘアブラシ。セット。これ本当に缶詰？缶詰だと思うな。いい、うまい、すごい。よしよしよし。よしよし次これバレやすいな。やっぱバレる。あ、バレないんだ。いいぞ。そう、全部ここだから。これで、あとは歯ブラシ、洗剤。え、どこ洗剤って。洗剤から行きましょう。洗剤ってどれ洗剤ってどれ。あ、今おばさんの前のやつですかね。あ、これか。筒のやつか。このお薬さすれ。よし。え、めっちゃ隠れてる。うまっ。あ、でもいい。別のもん探してるわ、おばさん。よし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 。あー、走れー走れー。どうだ、バレちゃう。え、違う、邪魔邪魔。お、それだけなんだ。うっとうしい。あ、いい。バレてない、バレてない、バレてない。どう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 。もう閉じ込めちゃえば。確かに。もうそれで。やった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 。買い物をして閉じ込めたよ。おお。あ、どうどうはさ。あ、こっちから出てくるんじゃない？来た来た。しかもさ、買い物したものは一切さ持って帰ってきた。来た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 。で、これで2面クリア。やったー。おめでとうございます。お疲れ様でございました。どうですか。いやー、いたずらするのがこんなに大変だとは思いませんでした。思わなかった。ね、これいくつもあるんだろうね、そのステージっていうか。ね、うん、ぜひともね、買って家でやっていただきたいと思いますが。ね、買いたい。このガチョウ家に欲しいもんね。ね、かわいい。はい、じゃあお二人頑張ったということで、はい、はい、番組からプレゼントでございます。こちら。あ、これなんかよく雑貨屋さんで見るあの、はい、よく見るあれです。これ、な、ん？これ。なんか色違くない？ダチョウではない。どっちかってチキンだよね。ターキー。ターキー。じゃあお二人、やってみていかがでしたでしょうか。お一人ずつお願いします。いや、難しかったけど、うん、でもやっぱね、いたずらするって機会なかなかないからさ。ない。生きてて、ね、だからすごい私面白かったってか、もっとやりたい、うん、ね。これ本当にさ、なんか時間かけて友達とさ、お酒飲みながら、そう、もういかにね、誰がどこまでそのひどいこと、まあ、悪いことができるかみたいな。できるか。さっきのステージのさ、カゴ引っ張っておばさんがこうやってあれ、ためみたいな動きさ、一生しかめどこちゃん飽きずにずっと引っ張って、これ一生笑えると思って。え、どうしたらいいんだろうと思って。今年一番笑ったかもしれない。あれ、お酒飲んでたらもっと笑ってたよ。私もね、なんかね、まあ、でもそういう面白いものが、うん、いっぱい詰まってるゲームなので、はい、よかったら皆さんも
やってみてください。ということでまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。